連日トップニュースで報道されているロシアのウクライナ侵攻ですが、首都キーフ上空で空中戦が行われているという情報が入ってきました。言わずもがなですが、キーフはキエフです。長年呼び慣れたキエフというのがロシア語読みということで、キーフという呼び方に変えたのです。今回はこのスポB35とM29の空中戦について見ていきたいと思います。国力を見ても、人口を見ても、軍事力を見ても、核を持っていますからね。ロシアに利があることは誰もが分かっていたことですが、蓋を開けてみると意外と大国ロシアが苦戦している模様です。ロシアが理不尽なウクライナ侵攻を開始したのは2022年2月24日でた。何度かそれを匂わせるようなことをプーチン大統領は口にしていましたが、21世紀の今日このようなことが起きるとは多くの人は思いもよらなかったことでしょう。それから1ヶ月以上経過しました。その中でウクライナ、ロシア両国軍や報道陣が撮影した動画や画像がインターネット上に多く出回っています。まるで戦争映画のようなシーンやゲームのように戦車や航空機、建物に破壊されるシーンがアップされていますが、バーチャルリアリティではなく厳しい現実であることを私たちは忘れてはならないと思います。さて、ネットにアップされた中にスマートフォンで撮影された空中戦とおぼしい動画があるようです。撮影日付は侵攻開始から数日後、場所はキーウ近郊とされています。青空に飛行機雲を流しながら上昇したり旋回したりする2機の航空機が映っているのですが、先行するのに追われているウクライナ空軍のM-2-29戦闘機、追っているのはロシア空軍のSukhoi-35戦闘機と見られています。この動画撮影後に M-29 が撃墜されたということです。本当かなと感じる方も多いでしょう。高度が高いので動画を見ただけでは詳しいことはわかりませんし、戦闘機の種類や国籍も不明です。ただし、この動画が撮影されたとしている時期にウクライナ空軍第40戦術航空旅団所属のM-29が撃墜されたとウクライナ国防省が発表していますから、動画情報の信憑性は高いと思われます。このM-29はウクライナ空軍の主力戦闘機で、 NATO コード名はブルクラム第4世代に分類されます。ミリ戦闘機といえば思い出すのは1976年、昭和51年、M-25が旧ソ連から日本領空へ侵入し、操縦者のグレンコ・チューイが亡命を求めたという事件です。自衛隊の防衛網をかいくぐり函館空港に強制着陸したのです。自衛隊の力量不足が露呈され、政権をどう扱うかなど右往左往し、戦後30年の日本の弱さが感じられた事件でもありました。その時からすでに50年も過ぎていますが、同シリーズをロシアでは現役で活躍しているんですね。胸持ちが良いというか、経済的というか、Sukhoi-35は西側では第 4.5 世代に分類している戦闘機ですが、第4世代よりも先進的な戦闘機として使用しています。中国も24機保有していると見られています。この戦争では従来にないほど多くの戦闘を撮影した動画や写真がネットにアップされ続けていますが、当然真実もあれば偽情報もあります。まるでウクライナでの現実の戦闘だけではなく、ネット上でも戦っているかのようです。アメリカやヨーロッパ、日本などではウクライナから発信されるゼレンスキー大統領の演説やロシア軍戦車が破壊されるシーン、逃げ惑うウクライナ国民も
姿や爆撃された学校などの映像が流れています。それを見てロシアへの非難の声は日々高くなり、ウクライナへの同情の声は日に日に強くなっているようです。日本国内でもウクライナの避難民への支援金なども集まっているようです。ではロシア国内の状況は一体どうなっているのでしょうか。情報が厳格に統制されているロシアは国営テレビが流す情報を信じているようです。西側諸国、特にアメリカからの情報は偽情報として信じようとはしません。親子の間でも意見がぶつかり合っているということで、ロシア国内にいる息子の言葉をロシア国内の父親が絶対聞こうとしないニュースを見ました。息子がロシア軍がマリウポリで一般市民を殺害していると言っても、それはウクライナによるフェイクニュースだと言い張る父親の姿がありました。ロシアでは2014年平成26年に半ば強引にクリミア半島を併合した頃から、国営テレビはウクライナ東部では親ロシア派住民が迫害を受けているというフェイクニュースを集中的に流していました。同じ2012年2月には親欧米政権が誕生しました。それをきっかけに東部の親ロシア派はウクライナ政府に武装蜂起したのですが、その背後にはロシアの影が見えていました。当時親ロシア派武装兵力と一緒の映像に国籍不明の謎の兵士の群れが映っていたのですが、正体はロシア兵ではないかと推理されていました。当時のロシア国営テレビはこういったウクライナ東部の映像を流し続け、東部の親ロシア、ウクライナ人やロシア人がウクライナ政府の陰で支援している民族主義者やネオナチグループから被害を受けているといった言葉でロシア国民を洗脳し、ウクライナへの憎悪をかきたてていたと推測されます。現代はインターネットが身近な存在になりました。ロシアの若者たちも当然ネット時代の申し子ですから、さまざまな情報を手に入れることが可能です。ですからウクライナ侵攻が始まった最初の頃は戦争反対デモの集会などがロシア各地でも行われていました。こういった国内の反発を受けてプーチンがウクライナから撤退するのではないかと淡い期待をしたこともありました。しかし最近は通信監督当局が SNS やインスタグラムなどにも接続を遮断しています。つまり西側からの情報が手に入らなくなってしまったのです。また戦争反対と書いた紙を持った幼い子供でさえ容赦なく逮捕する当局の取り締まりの厳しさにより、ロシア国内での反戦運動は下火にならざるを得ない状態です。高齢者はネットなどに接する機会もなく、情報源としてはロシア国営テレビしかありません。結果情報はプーチン政権の言うがままになってしまいます。ですからプロパガンダに染まり、安く情報を疑いなく受け入れてしまうのでしょう。ロシアは親ロシア派を助けに出兵したと頭から信じ込んでしまっているのが残念ながら実態と思われます。あるデジタルビジネスがウクライナ西部の人が祖母のいるウクライナ南部がロシア軍に攻撃されたとロシア国内の拝み電話で知らせましたが、小田はロシアがネオナチからウクライナを救いに行った、ロシア語を話すウクライナ人を救うために行ったのよとロシア軍の行動を正当化して話を聞き入れようとはしなかったのです。ここまで情報の統制が行われているのかと思うと暗淡たる思いもしますね。日本も安心できませんが、ウクライナへの侵攻前のプーチン大統領は我々ロシア軍は
邪悪な政権からウクライナ人を救いに来た救世主という姿を想像していたという意見があります。そのために偽情報を流し賭けで工作を行っていたのでしょう。しかし思惑は外れました。中国やシリアなど一部の国を除いて世界の大半の国が自分たちに懐疑的な目を向けるとは思ってもいなかったのではないでしょうか。第二次世界大戦という厳しい状況下で中立の立場を守ったスイスとスウェーデンにさえウクライナへの支援を表明しています。こういったかつてない事態に陥ったことでプーチンの敗北が明らかになりつつあるのではないでしょうか。そしてそれに願わずにはいられません。ロシア軍の弱さというか、ウクライナ軍に提供されている西側のハイテク兵器が際立っています。そんな中、スホ、B-34 が撃墜された情報をキャッチしました。今回は、この撃墜されたスホ、B-34 を詳しく見ていきますね。巡航ミサイルでもロシア艦隊が撃沈していますし、西側兵器は、数日もしくは1日の訓練で使用可能な兵器が多くなっています。無人機での偵察は際立っていますよね。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻の開始から早くも2ヶ月以上が経過し、開戦当初はロシアの目論見通りに早期にウクライナが制圧される可能性も指摘されていたが、今や戦闘は長期化するとの見方が大勢を占めている。ロシア軍は航空兵力、陸上兵力、水上戦力ともに甚大な損失を喫しており、ウクライナ側も決して少なくない損失を被っているとはいえ、首都キーウ方面での侵攻は断念せざるを得ず、方針を転換して、それをことしようとしている。これは、首都、キーウ方面への侵攻は、一種の陽動作戦であり、ロシア側の主目標は、もともと、東部のトンバス地域制圧にあったとする路線変更で、いかにひいき目に見ても、ロシア側の作戦が、当初の計画通りに進行しなかったことは明白だろう。こうしたロシア軍側の目算を狂わせた要因は、一つではなく、様々に複合的な要因が重複したものだと思われるが、海戦壁等に、ウクライナ軍が、特に、首都、キーウ方面で前線した背景には、防御に適した地形、環境が大きかったように感じられる。戦車や装甲車で首都、キーウを包囲し、一気呵成な攻撃で、ロシア軍は陥落させることを期としていた模様だが、市街地で、歩兵が身を隠す場所にこと欠かなかったこの地では、歩兵が携行できる対戦車ロケット兵器の有用性が最大限発揮されたと言える。ここでは、
そうした歩兵用の装備として、アメリカの FGM-148 ジャベリンや、イギリスの NLAW 等の対戦車ロケットが名を挙げたが、最新式の戦車が投入されてはいない、ウクライナ戦争といえ、と、今や、こうした兵器からの攻撃を、防御可能な戦車は存在しないようだ。また、ロシア軍が、陸上部隊の編成に用いている BTG、大隊戦術群という単位そのものが機能していないのではないかとの指摘の声も上がっており、およそ800名前後の兵員で構成される、この単位内で、300名弱とされる歩兵の少なさを問題視する声もある。また、今回のウクライナ戦争で、ウクライナ側の前線と抵抗の象徴として扱われている代表的な存在として、トルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 があり、偵察から攻撃まで多数の戦果を挙げたと、喧伝されている。バイラクタル TB2 は、最高速度でも時速 220km 前後、巡航速度ならば時速 130km 前後とお世辞にも速度面での優位性を持つ兵器ではないため、これを飛ばすのに問題のない環境をウクライナ側が確保できている点が注目すべき部分だろう。これはウクライナ戦争の開始以前まではロシア軍は世界的に見ても無人航空機に対する備え、つまり、それらの飛行を阻害する、高度な、電子戦システムトゲイ、撃手段を保持していると、見られていたことが、誤りだったという事実に直結している。そして、これまでに、ロシア軍が、戦いを優勢に進められなかった要因として、最大のものと思われているのは、ウクライナ側を数で圧倒する、航空戦力を有しながらも制空権どころか、航空優勢すらも確保できていないという状態がある。海戦壁等の砲爆撃によって、ロシア軍は、ウクライナ側のレーダー戦車類や対空ミサイルシステム、滑走路やそこにある航空機等々を攻撃し、防空能力を叩いた上で、陸上部隊を侵攻させるという、真っ当な戦術で戦いを開始した。しかし、いざ侵攻を始めてみれば、これらの事前攻撃は、ウクライナ側の防空網を思ったほどには破壊できておらず、それらによって、痛烈な反撃を被ることとなり、高価な航空機に、多数の損失を出してしまうという、醜態を世界にさらした。ここでは、ウクライナ軍の S-300 地対空ミサイル等の器が健在であったことが、大きな役割を果たした模様だが、対戦車兵器と同様に、この局面も、歩兵が携帯する FIM-92 スティンガー等の簡易で、安価な兵装によって、多大な損失を強いられている。さて、そうした中で、4月10日には、ウクライナ南部のミコラーユ上空において、同国軍の S-300 地対空ミサイルが、ロシア空軍の、スホ、B-34 戦闘爆撃機を撃墜したとの戦果が発表され、同国のメディアも、複数が、この情報を報じた。ロシア空軍の、スホ、B-34戦闘爆撃機は、ロシアの軍需航空企業である、現スホイカンパニー社によって、1990年代から、開発が開始された機体であり、同社の第4世代航空機として、著名な、スホ、I-27 をベースとして生み出されたものである。スホ、I-34 戦闘爆撃機の最大の特徴は、コックピットのレイアウトにあり、通常の戦闘機等で見られる前後配置ではなく旅客機のように横に並列に2席が配置され、左に操縦士、右に兵装担当者が乗り込む形式となっている。この、兵、列2席の座席配置は、戦闘機として、稀有なことはもちろんだが、実務的にも、メリットがあると目されており、それは、その配置によって、良好な視界が確保されていることであり、操縦士が有視界状況で、高い視認性を獲得できるとされている。また、
スホ、B-34 戦闘爆撃機は、長距離爆撃機の機能を代替し得る機体として、離陸する基地より、遠く離れた攻撃目標まで飛行することを前提としており、それを実現するためのある種の疲労軽減と快適性を確保する機能を有すると、召されてきた。これは、西側諸国の間で、まことしやかに語られてきた、スホ、B-34 戦闘爆撃機の、単なる噂レベルの話ではあったが、そうした機能を実現するべく、同機には、コクピットの後部に、キッチンやトイレまで装備されているとの観測がなされていた時期がある。ただし、これは、実態としては、食料や飲料を保存するための保温機能や、二人分の士兵が装備されている、程度の簡易的なものであり、ロシア側が、広報用に公表した映像によって、その事実が確認され、誇張して伝えられていたことが明らかとなった。それでも、スホ、B-34戦闘爆撃機のコクピット後方の通路は、乗員が普通に立ち上がれるだけのスペースが確保されており、機体を、真正面や真横から見た場合に、通常の戦闘機と比べて、その部分にボリュームがあることは、一見して確認できる。この、スホ、B-34戦闘爆撃機は、2015年のシリア内戦時にも投入されており、YouTube 上では、その時のものとされる誘導爆弾 KAB500 を投下する同機の約1分ほどの映像を視聴することが可能だが、取り立てて、特徴的な映像には見えない。スホ、B-34戦闘爆撃機の最大の兵装搭載量はおよそ8トンと言われており、この数値は、日本の航空自衛隊の F-2 戦闘機や、アメリカの F-15E イーグル戦闘爆撃機と近似値であり、特に、同機が、その容量においても突出しているというわけでもない。ロシア空軍では、2027年を目途に、この、スホ、B-34戦闘爆撃機を200機ほど配備する予定とみられ、この2022年においては、そのうち、およそ120機程度が、すでに配備済みと考えられているが、ウクライナ戦争の進捗を見る限り、今後の生産が滞る可能性は、高いだろう。ロシアとしては、貴重な外貨獲得用の兵器として、スホ、B-34戦闘爆撃機の輸出にも、前向きな姿勢を示しているが、これまでのところは、2015年に、アルジェリアが、12機の購入を決めたのみで、期待されるほどのセールスには達していないように見える。ミサイル巡洋艦モスクワが沈没し、佐島でまた、新たなネプチューン攻撃によって、次の戦闘支援艦フセボロドボフロフが攻撃を受けたとの情報をキャッチしました。今回は、このフセボロドボフロフの沈没を詳しく見ていきます。
黒海でのロシア海軍の弱さが目立っていますが、位置情報など正確な情報をウクライナが持っていることですよね。情報収集力が鍵を握っています。2022年5月12日、ウクライナ南部の港湾都市、オデーサの同国担当者によれば、黒海に浮かぶズミイヌイ島、別名、佐島の沖を航行中だった、ロシア軍艦艇への攻撃が成功したとされ、その戦果に、注目が集まっている。これまで、ウクライナ側が、ロシア海軍の大型艦艇に、重大な損害を負わせた事例としては、3月24日の揚陸艦サラトフ、4月14日のミサイル巡洋艦モスクワ等の事例があり、両艦はいずれも沈没に見舞われている。今回ウクライナ側が攻撃に成功したと発表したのは、ロシア海軍の最新鋭の戦闘支援艦プセブロド・ボブロフだとされており、情報収集や物資の輸送に従事する艦艇であるため、固艦防空能力も低かったと推察される。この戦闘支援艦、プセブロド・ボブロフの攻撃に使用された兵器も、ミサイル巡洋艦、モスクワを、最終的に沈没に至らしめた地対艦ミサイル、ネプチューンと見られており、再度の大戦果の可能性も高い。ミサイル巡洋艦、モスクワは、ロシア黒海艦隊の旗艦であると同時に、同艦隊全体の防空任務を担う艦艇と考えられていたため、その損失は以後の同艦隊の行動に制限が生じる可能性が指摘されていたが、これが現実となった感もある。そもそも、固艦防空能力すらほとんど搭載していないであろう、艦首の戦闘支援艦、プセボロド・ボブロフを、ウクライナ軍の攻撃範囲内で活動させていること自体が、ロシア軍の士気そのもののお粗末さを示しているようですらある。ただし、今回の戦闘支援艦、プセボロド・ボブロフは、攻撃後も、味方の艦艇に曳航されて、クリミア半島の港に帰還したとされており、前述の2隻の艦艇のように沈没し、完全な喪失にまで至りっていないことは、悔やまれる部分だろう。さて、現状では、戦闘支援艦、プセブロド・ボブロフの攻撃に用いられた、兵器が地対艦ミサイル、ネプチューンであるとは確定していないが、これまでのウクライナ側の状況を勘案すれば、その可能性が、最も高いと思われる。このミサイルは、R360 の型番が、与えられた地対艦仕様の巡航ミサイルであり、主として、排水量では、中型クラスとなる5000トン前後の艦艇を撃破する性能を有しているとされ、ウクライナ海軍に昨年2021年から配備が開始されていた。そのため、地対艦ミサイル、ネプチューンは今回のウクライナ戦争で初めて実戦投入された兵器であり、全長約5メートルの本体に150キログラムの弾頭を持ち、最大有効射程距離はおよそ 300km ほどであるとされている。この地対艦ミサイル、ネプチューンの使用から見れば、ミサイル巡洋艦、モスクワは、満載排水量で、1万トンを超える大型水上戦闘艦であり、本来的な意味で、これを撃沈可能な力を発揮するとまでは想定されていなかったことがわかる。そのため、くしくも、ロシア側は、発生した火災によって、搭載していた弾薬類に誘爆し、荒天の影響で沈没したと、苦し紛れの言い訳をしていたが、確かに、地対艦ミサイル、ネプチューン本体の破壊力のみでは、その結果に至らなかったのかもしれない。ちなみに、地対艦ミサイル、ネプチューンは、ウクライナの国産兵器と言われているが、大元は、旧ソ連において、1983年から配備が開始されていた航空機搭載型の空対艦ミサイル KH-35 をベースとしており、これを地対艦型に改めたものだ。ウクライナの地対艦ミサイル、ネプチューン波空対艦ミサイル K-35
KH-35 に比して、射程距離の延伸が図られており、前述のように、それはおよそ 300km とされているが、ミサイル巡洋艦、モスクワへの攻撃は、もっと近くから行われてる。ミサイル巡洋艦、モスクワへの地対艦ミサイル、ネプチューンでの攻撃は、ウクライナ南部の港湾都市、オデーサの周辺から行われたと考えられており、これは、およそ 150km ほどの距離であったと推察されている。この時、ミサイル巡洋艦、モスクワ自身も、港湾都市、オデーサに向け搭載する艦隊地巡航ミサイルによる攻撃を敢行しており、いわばウクライナ軍の反撃能力を低く見積もって、その距離の沿岸部まで接近していたことが伺える。ウクライナ側から見た場合のミサイル巡洋艦、モスクワは、それが、ロシア黒海艦隊の旗艦であるという、重要な目標であることはもちろん、海戦壁等に、同艦が、ズミイヌイ島、別名、佐島の攻撃に従事した艦艇である、事実から注目されていた。ズミイヌイ島、別名、佐島には、この時、ウクライナ軍の、わずか13名の守備隊が残されていたが、ミサイル巡洋艦、モスクワは、彼らに対して、降伏勧告を実施した。疑惑付きの艦艇であり、ウクライナ側の徹底抗戦を象徴する自責ともなった。当初ズミイヌイ島、別名、佐島の守備隊は、このミサイル巡洋艦、モスクワからの降伏勧告を拒絶した後、かつての太平洋戦争における、サイパンやグアム島などの島々での日本軍のように、玉砕した可能性が匂わされていた。後に、彼らズミイヌイ島、別名、佐島のウクライナ側の守備隊は、生存が報じられる一幕があったが、ウクライナ戦争の初期において、同国内の士気を高めるために、あえてそのような、壮絶な最後を迎えたかのような扱いをしていたものと思われる。これは、ウクライナ側の自国の士気高揚を狙った、戦略的な情報戦の一環だったとも思われるが、侵略者である、ロシア軍への毅然とした対立姿勢を、同国民全体に波及させようとしていたのではないかと思われる出来事でもあった。総じて、こうしたウクライナ政府側の思惑があったと仮定しても、これまでのところ、その意図は、概ね成功していると言えそうで、少なくない一般市民に、犠牲が生じているとはいえ、抵抗を止めようという、厭戦ムードは、同国には感じられない。ただし、個人的に少し気になっているのは、5月、頭に、ロシア海軍のアドミラル・グリゴロビチ級フリゲートの、アドミラル・マカロフが、地対艦ミサイル、ネプチューンの攻撃を受けて炎上したとの情報が、一時拡散された件だ。これは、結局、その後に、西側諸国の報道でも、そうした事実の確認は、取れなかったこと、アドミラル・マカロフ自身が、その後も、黒海での行動を行っていることなどから、完全に誤報だったと思われるが、誰が、何の意図で拡散したのかという点が気になる。単に、黒海においても、ウクライナ側の優位を示したいが、ための捏造であったとするならば、不確実な情報の拡散は、むしろ、ウクライナ戦争の現状を正確に伝えることを阻害するものであり、ロシア側を利する行為につながりかねないと思える。それでなくとも、今回のウクライナ戦争では、同国の無人航空機、バイラクタル TB2 や、アメリカから供与された個人携帯型の対戦車ロケット、FGM-148 ジャベリンの戦果が強調されているが、報じられない犠牲も多々あることは想像に難くない。あまりに過大なウクライナ側の戦果を誇張することは、このウクライナ戦争で、すでに同国側が主導権を握っているかのような誤解を与え、今後の趨勢が同国の楽勝であるかのような
弛緩した雰囲気の情勢を生じさせる危険性もあるだろう。アメリカから提供された榴弾砲 M777 に注目が集まっています。今回はこの榴弾砲 M777 を詳しく見ていきますね。ウクライナ軍は様々な最新鋭兵器の調達に成功し、ロシア軍を押し返している状況です。どうして制空権をロシア軍は取れないのでしょうか。現在、牽引式の M777-155mm 榴弾砲がアメリカによるウクライナへの武器支援の中に含まれていることを皆さんはご存知だろうか。この他に、オランダがキャタピラ式で自走する BZH-2000 自走り榴弾砲を6門、フランスがカイサルと言われる装輪のトラックに搭載され、移動可能な 155mm榴弾砲を10から12門を供与しており、さらに、それぞれ、自走可能な155ミリ砲を供与しているようだ。さて、ここで疑問が浮かぶのは、なぜ、アメリカは自走することができず、機動性の低さが指摘される M777 を供与するのか?ということである。とはいえそのような疑問視される意見とは裏腹に、アメリカは、この M777-155mm 榴弾砲が、ウクライナ軍が、戦況を大きく覆す、ゲームチェンジャーとなり得ることを確信しており、90門の供与を決定しているとのこと。ちなみに、この M777-155mm 榴弾砲なのだが、実はアメリカのオリジナル兵器ではない。M777-155mm 榴弾砲は、1999年に BAE システムズに吸収合併されたイギリスのビッカース造船技術会社の開発が元となっている。詳しく掘り下げるならば、ビッカース造船技術会社が1990年代に開発を進めていた長径梁野戦榴弾砲、ウルトラライト。ウェイト、フィールド、ハウイアール、UFH が、大元となっているというわけだ。では、なぜ、アメリカは、自国のオリジナル兵器でもない M777 を推しているのかというと、ビッカース社を買収した BAE システムズが、さらに、2005年に、アメリカの防衛産業関連企業である、ユナイテッドディフェンスを買収したことによって、アメリカも開発に参画することとなったからである。こうして、アメリカが開発に参画したことにより完成した長径梁野戦榴弾砲に付けられた名称が、M777 であり、アメリカ軍では、155mm 榴弾砲を、すべて、M777 に置き換えることを計画しているとのこと。アメリカ以外にも、カナダ統合軍地上軍が M777 の採用を決定したほか、そもそもの開発企業の母国イギリス陸軍でも、
採用のためのトライアルが開始されているようだ。今後、採用決定となれば、現有の L118、105ミリ榴弾砲の一部を M777 に更新する予定であるとも言われている。M777 は高性能であることが期待されており、各地から注目されるのも無理はない。なぜなら、軍事国家であるアメリカがゲームチェンジャーと歌うほどのものなのだから、期待するなというのが難しい話だろう。しかしながら、その射程や発射速度などにおいては、アメリカ軍がこれまで主力野砲として運用していた M198、155ミリ榴弾砲と大差ないというではないか。比較内容として、M198 が通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程が 22.4km であり、M777 の号は 24km。加えて、発射速度においても M198 と同様に分間4発となっているのだ。陸上自衛隊の野戦特化部隊でも運用している FH70 を比較対象に持ち出してみると、最大射程に関しては M777 と同等の 24km に対して、発射速度は分間12発と実に3倍も優れていることになる。とはいえ、無論アメリカもそのような部分は承知の上である。では、なぜアメリカ軍は M198 の後継砲として M777 を採用したのだろうか。その答えは重量にあるようだ。ちなみに M198 の重量が 7.162 トンで、 FH70 は 7.8 から 9.6 トン。 M777 はこれらと比較すると、改良型でも 4.218 トン軽い 3.7 トンとなっているのだ。軽量であるということは、それだけ運搬において便利になることに直結する。それを裏付けるように、これまでは CH-47、チヌークや CH-53、シースタリオンなどの大型輸送ヘリコプターでなければ M198 を輸送することは不可能であったが、 M777 であれば UH-60、ブラックホークや UH-1N、ツインヒューイなどの中型汎用ヘリコプターやティルトローター機の V-22、オスプレイでも機外に吊り下げて輸送することが可能となったのだ。近代のアメリカ軍が重視しているのは何かというと、世界中に素早く戦力を展開する能力である。それは、すなわち、パワープロジェクション、戦力投射であるからこそ、軽量で移動展開が容易な M777 が採用されているというわけだ。また、ウクライナ軍が保有しているヘリコプターは、旧ワルシャワ条約機構軍において、最もポピュラーで、最大積載量が4トンまでの旧ソ連、ロシア製のミル MI8、ヒップであることからも、理にかなっているとされている。なお、アメリカ軍では、M777 とセットでそれを運搬するため、空軍特殊作戦コマンドで保有している旧ソ連、ロシア製の MI-17 ヒップ H 輸送ヘリコプターを抱き合わせで供与することも予定している。MI-17 機は、ウクライナ軍が運用している MI-8 の発展型であり、積載重量が5トンに増加しており、M777 をスリング輸送するには十分であることや、ウクライナ軍にいきなり不慣れなアメリカ製 UH-60 を M777 の輸送用ヘリコプターをして供与したとしても、ウクライナの操縦士が使いこなすまでに相当な時間が必要とされることが供与の理由とされている。確かに
MI17 なら、基本的な操作が MI8 と同様であることから、即座に運用することができる。その点を考慮すれば、この供与は非常に合理的であると言えるだろう。加えて、軽量による機動性だけが M777 が供与された理由で。はない。現在ウクライナ軍が保有している自走榴弾砲は、2S3 アカーツや152ミリと呼ばれる1991年以前の旧ソ連時代の榴弾砲だ。これは最大射程 M777 より7キロメートルも短い17キロメートルほどしかない。対するロシアが運用している榴弾砲は2S19 ムスタ S152 ミリ自走榴弾砲である。これは私たちもテレビやニュースでよく目にしていることと思う。性能としては通常弾による最大射程は 24.7 キロメートルとなっており、 RAP ロケットアシスト弾を用いれば最大射程は36キロメートルまで伸ばすことが可能とのこと。通常弾においては M777 と比較してもあまり変わらないことが理解できると思う。ちなみに ERFB 砲弾と言われる砲弾を流線形に成形し、空気抵抗を減らした砲弾を用いれば、M777 においても、射程距離を 30km にまで伸ばすことは可能だ。とはいえ、これでも、ロシアの榴弾砲と比較すると、若干見劣りすることは明白であり、アメリカがゲームチェンジャーと呼ぶほどの代物とは思えないだろう。だが、セットで供与された最新の砲弾により、M777 は進化を発揮することになる。その最新の砲弾は、かの政権になぞらえて、M982 エクスカリバーと呼ばれている。M982 エクスカリバーは、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社と、イギリスの BAE システムズ AB 社によって開発された。衛星利用測位システム GPS を利用する慣性ナビゲーションシステムにより精密誘導が可能な砲弾なのだ。使用によっては約 40km から 57km の最大射程を持ち、半数必中回 CEP はおよそ 5m から20メートルとされる驚愕の精密さを併せ持っているエクスカリバー。砲弾に装備されている折りたたみ式の滑空翼によって、発射された後に標的へ向かって弧を描く弾道飛行線の頂部から滑空しながら射程距離を伸ばすというものだ。この M777 によってウクライナ軍はロシア軍の榴弾砲に対してアウトレンジからの精密誘導が可能となるだろう。これは非常に大きな優位性であることは間違いない。例えば、これまでもロシア軍の補給線を分断する作戦において、ドローンなどの活躍によって多大な効果が見られているが、これに加えてさらに強力な兵器を手にしたことになるのだ。アメリカ国防総省の高官が、現時点で310名以上のウクライナ軍兵士に対して M777 運用訓練を実施して完了していると、5月9日の記者会見において述べており、供与予定の90門のうち、すでに85門がウクライナに届いていることも明かされている。ウクライナのキエフ・インディペンデント紙の防衛担当記者も、これについて言及しており、M777 は、すでにドンバス地方に到着していて、ロシアとの戦線で戦闘に用いられていることを確認したと、自身のツイッターで語っていた。そのことが影響しているかは、定かではないが、ウクライナのゼレンスキー大統領が、5月13日に、ロシア軍から、1000カ所以上の集落を奪還したと、
述べており、ウクライナ軍からも、ロシア軍が、ウクライナ第二の都市である、東部のハリコフから、撤退する動きが見えていることも明らかとなっているようだ。ウクライナ侵攻で東部セベロドネツクにて、攻防中、黒海でもまた、改めキロ級潜水艦によって、黒海封鎖中。今回は、ロシア軍の撤退を詳しく見ていきますね。ウクライナ軍は、少しずつ、黒海と東部で巻き返し中です。支援兵器が、続々と投入され始めています。2022年5月末に、ついに4ヶ月目に突入してしまったウクライナ戦争だが、これまで、めぼしい戦果に恵まれていないロシア軍は、国内外に向けて、東部のドンバス地域の一拠点へ、攻撃を集中化することで、それを示そうとしているようだ。これそこが、東部ルハンシク州のセベロドネツクをめぐる戦いであり、ここに、火力と兵力の集中を行ったロシア軍の激しい攻勢によって、6月、頭頃には、セベロドネツクが完全に制圧させる可能性が指摘されていた。しかし、ロシア側が圧倒的に優勢だと伝えられてきた報道の中にも、一部に、ウクライナ軍が再度の反攻を試みて成功したとの見方も出てきており、情報は錯綜し、真偽のほどは不明で予断は許されない状況が続いている。もし仮にウクライナ軍がセベロドネツクの防衛に成功するならば、さらにロシア軍の目に見えた戦果は薄くなり、東部のドンバス地方を制圧するという政治的な大目的を大きく頓挫させる可能性も高まる。しかし、ウクライナのゼレンスキー大統領本人が言及しているように、東部地域におけるロシア軍の攻勢は苛烈であり、ウクライナ兵にも多数の損害が発生していることは疑いようもなく、戦略的な撤退も今後起こるかもしれない。ただし、順調に西側諸国から送られてくる兵器、榴弾砲や各種自走砲、T-72 戦車、そして、先頃、アメリカやイギリス等が供与を決めた多連装ロケット砲が前線に投入されれば、地上戦におけるロシア軍の不利は加速するだろう。こうして、東部の戦線においては、ウクライナ軍が局地的な一時撤退を行う恐れはあるものの、中期的な視野に立って俯瞰してみれば、高性能の西側諸国からの兵器が行き渡ることで、ロシア軍を押し返すと、十分に考えられる。ただし、このような地上戦でのウクライナ軍の反攻と異なり、南部の港湾都市であるオデーサなどは、直接のロシア軍による制圧は阻止できているものの、その港湾都市としての機能を回復させることは、非常に困難に見える。ロシア海軍は、クリミア半島のセバストポリ港を拠点に、
未だ20隻以上とも言われる黒海艦隊を擁して、黒海の海上封鎖を継続中であり、ウクライナの主要な輸出品である穀物類の出荷を阻害しており、その打破は容易ではない。4月には、ロシア海軍黒海艦隊の旗艦であるミサイル巡洋艦のモスクワが、ウクライナ軍の R-360 ネプチューン地対艦巡航ミサイルの攻撃を契機として、最終的に沈没したことは、多くの方が記憶にと留めておられるだろう。あくまで、ロシア側は、モスクワの沈没の要因を、ウクライナ側の攻撃だとは認めていないが、少なくとも、モスクワを喪失したことで、黒海艦隊の水上戦闘艦は、それまでのように、ウクライナの沿岸部には接近できなくなった。こうした傾向は、ウクライナ側が保有している R-360 ネプチューン地対艦巡航ミサイルがもたらした戦果であり、これと同様の働きをするアメリカ製の地対艦巡航ミサイルハプンをデンマークが供与することも決まった。それゆえに、ロシア海軍黒海艦隊の水上戦闘艦は、これまで以上に、その行動を制限される恐れが高まると思われるのだが、非常に残念なことではあるが、黒海の海上封鎖が解かれるという事態にまで波直結しないと考えられている。その理由は、ロシア海軍は、黒海艦隊に、水上戦闘艦以外にも、6隻は、潜水艦を配備しているためであり、これらは、改めキロ級と呼ばれている、通常動力型の攻撃型潜水艦で、ウクライナ側は、対潜水艦用の攻撃手段をほぼ保有していない。ウクライナにも、一応海軍は存在しているが、今回のウクライナ戦争の開始時、その旗艦であったフリゲート艦、ヘーチマン・サハイダーチヌイは、ちょうど、ムコラーユの港で、改装作業の渦中にあり稼働できない状態だった。ヘーチマン・サハイダーチヌイは、基準排水量3274トン、満載排水量3642トン、全長 122.98 メートル、全幅 14.20 メートルの艦隊を持ち、もともとは旧ソ連海軍の艦艇として1990年に寄港され、建造中に旧ソ連の崩壊を迎えた。そのため、旧ソ連の崩壊に伴い、ウクライナが独立を果たした1991年に、そのままウクライナ海軍へ譲渡されることになり、旧ソ連では、クリバク3型の国境警備艦とされていたヘーチマン・サハイダーチヌイは、現行のフリゲート艦扱いとなった。開戦後、ウクライナ海軍では、ヘーチマン・サハイダーチヌイをそのままにしておけば、ロシア軍によって破壊されるか、最悪の場合は露獲されて、敵側の戦力増強に用いられると危惧して、自らの手で、同艦を自陳処分としたのだ。これら、ヘーチマン・サハイダーチヌイ等の水上戦闘艦が健在であれば、それに装備された対潜兵装によって、ロシア海軍の改めキロ級潜水艦と対峙することも可能だったが、それは開戦早々に断念せざるを得なくなったと言える。ただし、仮に、ヘーチマン・サハイダーチヌイが稼働できていたとしても、総勢で、6隻もの改めキロ級潜水艦を相手にするのは分が悪く、ロシア軍艦艇によって、同艦が撃沈させられることも、大いに懸念される事態ではあった。改めキロ級潜水艦は、最大で、水上排水量2350トン、水中排水量3950トン、全長 74.0 メートルの大きさを誇り、ベースとなったキロ級潜水艦は、1982年に旧ソ連海軍で就役を開始した艦艇であり、決して基本設計が新しいものではない。ただし、改めキロ級は、これに近代化改装を加えた潜水艦であるため、2022年現在においても、十分に通用する能力を備えていると認識されており、主兵装の艦首に設置された6門の533mm 魚雷発射管から、
魚雷、及び巡航ミサイルを運用可能である。この改めキロ級潜水艦が搭載する巡航ミサイルは、対艦は、元より、対地攻撃用途にも使用可能なものであり、今回のウクライナ戦争においても、他の水上戦闘艦が、内陸部への接近が困難となったことを受けて、実際に対地攻撃を行っている。キロ級潜水艦自体は、原子力潜水艦も保有する旧ソ連、現ロシア海軍においては、自国沿岸部での運用が想定されていた艦艇だったが、非常に静粛性に優れているという特性があり、中国、インド、ベトナム等の国々にも輸出されている。そのため、キロ級、改めキロ級全体では、旧ソ連、現ロシア向けに26隻以上、海外向けに31隻が建造されており、未だ自国分をはじめ、ベトナム向けの艦艇が建造中というかな利息の長いベストセラー潜水艦の座を継続中と言えるだろう。例えば、日本の海上自衛隊の P1 哨戒機や、アメリカ海軍の P8 哨戒のような最新鋭の対潜哨戒能力を有する機体をウクライナ側が複数保有していれば、黒海からロシア軍の改めキロ級潜水艦を排除することも可能だとめされている。ただし、残念なことに、こうした機体をウクライナ軍は保持していないゆえ、今後、おいそれと、そうしたものを供与されることも考えにくく、今の黒海封鎖の状況を、ウクライナが自力で打破することは、事実上不可能だと言わざるを得ない。しかし、ウクライナ側は、ドイツに対して、潜水艦の調達についても、要望を行っているとも言われており、今のウクライナ戦争には、当然間に合わないものの、将来的に、ロシアの黒海封鎖に対抗する手段を模索していることが伺える。ロシア空軍でも、戦闘機の機体数が激変しています。今度は、スホ、リゴが投入されているとの情報をキャッチしました。今回、この、スホ、リ57に見る、現在のロシア空軍を詳しく見ていきますね。ステルス戦闘機と言っているが、ステルス戦闘機ではないかならね。バレバレとはロシアだけが、ロシアによるウクライナ侵攻が開始されてから、この2022年4月23日で丸2ヶ月が経過したが、このところの戦闘は、ロシア軍側が東部及び南部地域の制圧を目指して再度攻勢を強めている状況が見て取れる。特に4月に入った後は、東部のドネツク州とルガンスク州の制圧をロシア軍は目標に掲げており、来月5月9日に迎える第二次世界大戦における独ソ戦の戦勝記念日に向け、これを大々的に喧伝する目的で大規模攻勢が行われると言われてきた。そのため、比較的に平坦な地形であるこれらの東部戦域においては、まさに第二次世界大戦時において独ソ両国が
大規模な機甲戦を展開したのと同様に、近年で最大の同様の戦いが生起する恐れも指摘されている。ただし、幸いなことに、4月28日時点では、こうした東部戦域における一大機甲戦は未だ発生しておらず、キーフ方面から撤退、再編成されたロシアの機甲部隊が大規模攻勢をかけるといった動きは、まだ本格化はしていないようだ。一部には、ウクライナ軍の戦車戦力は、自軍で保有していたものと、これまでの戦闘でロシア軍下から露獲したものを合わせれば、投入されているロシア軍を数でしのぐとの指摘もあるようだが、事実か否かは判然としない。また、東部戦域に限定して考えてみれば、そこへの戦力の投射については、自国の国境から近いロシア側に分があり、西側諸国から様々な武器の援助を受けているとはいえ、ウクライナ側の方がこれらを長距離移動させざるを得ない。そのため、比較的に平坦な地形の多い東部戦域においては、遮蔽物が少なく、面で侵攻してくるロシア軍の機甲戦力に対し、これまで成果を上げてきたようなウクライナ軍の歩兵携帯型の対戦車兵器での迎撃が困難で、苦戦が予想されている。これを防ぐために、ウクライナ側は、ゼレンスキー大統領自らが、さらなる兵器供与を西側諸国に求めており、射程距離が長大で、機甲部隊の前進を効果的に妨害できる、榴弾砲のような重火器の供与を切に希望している状態だ。アメリカを中心として、通常の 155mm 榴弾砲は、100門ほどが、ウクライナへ送られることは確実視されているが、なんだが供与を表明したような、地走り榴弾砲のような兵器が最適だと考えられつつ、こちらは、数が心もとない感は否めない。ことここに至っても、自走榴弾砲や戦車そのものといった重火器の類をウクライナに供与することに関しては、少なからぬ国が、ロシアをいたずらに刺激することにつながらないかと懸念している様子も伺え、ここが正念場に見える。プーチン大統領を、はじめとして、ロシア側は、ことに、最近では、西側諸国のウクライナへの兵器供与について、語気を荒くする場面が目立ってきており、確実に、今以上の兵器供与がなされることで、この戦いの主導権を失うことを恐れているようだ。ロシア自体は、食料自給率が高く、石油、天然ガス等のエネルギー資源も、豊富なため、西側諸国の経済制裁に対しても、すぐに追い込まれるほどの効果は、見えていないが、徐々に兵器生産に必要な物資は急増しつつあるのだろう。そうしたロシア軍の苦しい物資供給の現状を反映したものなのか、ウクライナ軍に対しては、オーバースペックとも取れる兵器を投入している、事例も発生しているようで、その最たるものが、スホ、B-57 戦闘機であるとも言えそうだ。スホ、B-57 戦闘機は、いわゆる第5世代戦闘機に分類されている、ロシア空軍の最新鋭機であるが、2010年に初飛行したにもかかわらず、財政的な問題にも影響され、わずか76機しか発注されておらず、この数も2028年までかかる見込みである。そのため現在の2022年時点では、スホ、B-57 戦闘機は、多くとも、未だ十数機ほどしか実戦配備されていないとめされており、ウクライナに対して、あえて、この高度なステルス性能を持つ最新鋭戦闘機を投入する必要性は、薄く感じられる。それでも、インターネット上には、ウクライナ上空で撮影されたとされる、スホ、B-57 戦闘機と、召される機体の動画が複数確認されており、既存の戦闘機を多数消失してしまったロシア軍が、背に腹は変えられず投入した、可能性が指摘されている。ただし、ロシア側からは、スホ、B-57 戦闘機を、
今回のウクライナ戦争で実戦投入した党のアナウンスは、これまでに行われておらず、何についても、自国の力量を誇示して、戦いを優位に進めることに利用している傾向には、これは当てはまっていない。動画等をもとに、スホ、P-57 戦闘機が実戦投入されたと見ている、西側諸国側の見方では、今回の、スホ、P-57 戦闘機も、他のロシア空軍の戦闘機と同様に、ウクライナ側の、健在な防空ミサイル網を恐れて、低空飛行で運用されたとめされている。また、使用した兵装も、スホ、P-57 戦闘機が、そのステルス性能をフルに発揮できるタイプ、つまり、胴体内のウェポンウェイに、収納可能な空対地ミサイルではなく、従来の戦闘機と同様に喧嘩する形式のものであったとみなされている。スホ、P-57 戦闘機が、こうした見方通りに、ウクライナの防空網を恐れて、実際に低空飛行で投入されたとすれば、他の戦闘機同様に、歩兵が携帯する対空ロケット兵器で撃墜される可能性もあったと思われ、ロシア空軍の末期感が漂う。もし、仮に、ウクライナ側に、スホ、P-57 戦闘機が撃墜され、その事実を映像とともに公開されるようなことにでもなれば、ミサイル巡洋艦、モスクワの沈没と同様に、ウクライナ側の格好の宣伝材料にされる可能性も高いだろう。そうした場合には、ロシア空軍の高官たちが、プーチン大統領から、失勢を受けることは避けられず、その危険性を冒してでも投入したことが、事実であるとするならば、ロシア空軍の戦闘機の稼働率も、かなり深刻な事態に直面していると言えそうだ。スホ、P-57 戦闘機は、短座型で、全長が 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルの機体に、双発の機関部を搭載、最高速度は、マッハ2以上で、第5世代戦闘機の特徴の一つである、超音速巡航もアフターバーナー未使用で可能である。アメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同列に、第5世代戦闘機の範疇だとされる、スホ、P-57 戦闘機だが、中国の J-20 と同様に、アメリカ製のそれら戦闘機には、一段劣るとも言われており、進行方向に向けた、限定的なステルス性能との見方も多い。ロシア空軍では、2022年1月時点では、スホ、P-57 戦闘機の実戦配備は、なされておらず、機体数そのものも、2024年に、ようやく22機が納入される予定だと見られていたため、今回のウクライナ戦争への投入が事実であれば、かなり稀有なケースだったことは、間違いない。ただし、アメリカ側では、2018年のシリア内戦に際して、ロシア空軍は、スホ、P-57 戦闘機を実戦投入したと見ており、これに続く、二度目の実戦投入となったのが、今回のウクライナ戦争であった、可能性が高そうだ。スホ、P-57 戦闘機は、2022年現在、ロシア空軍以外に採用されている、組織はないが、ロシア製の兵器を多数購入している、インドやトルコなどが、調達に動くのではないかと、これまでもたびたび報じられるなど、輸出も念頭に置いている。これらの国々は、ロシア製の戦闘機の調達にも、意外性は感じられないが、一時、韓国が、F-35 ライトニング2の採用を確定するまでは、SU-57 戦闘機も、有力な候補になるのではないかとの見方も、一部では報じられていた。さすがに、いかに、韓国であろうとそのような選択をすることはなかったとは思えるのだが、そうした動きが、一時的にであっても垣間見えるような国に、アメリカも、F-35 ライトニング2を売却するのは問題視されなかったのかという点が、むしろ気になってしまう。
意気込んでウクライナへ攻め入ったものの、早3ヶ月も経過しました。当初の見込み通りに、戦況が進まないどころか、ロシア軍苦戦のニュースが報道されています。特に、黒海での苦戦が目立つようですね。今回は、スネーク島で、ロシア軍ヘリが撃破された情報について見ていきたいと思います。兵力で勝るロシアが、制空権や制海権を未だに握れないのは、不思議な気がしますが、要するに、自分の力を過信していたからでしょうね。短期間でウクライナを落とせると、たかをくくっていたのでしょうが、今や、世界を敵に回している、状況です。ロシア寄りの国は、中国や北朝鮮などでしょう。自分の国を、泥沼の戦争に引きずり込んだ形のプーチン大統領が今後どうするのか注目されるところです。アメリカやイギリスはこの機会にロシアの弱体化を期待しているようですが。さて、タイトルのスネーク島に関する戦況についてです。2022年5月8日、ウクライナ軍はこの島に上陸し占領していたロシア軍のヘリコプターを撃破したとする映像を、翌5月9日に公開しました。発表によると、当該ヘリコプターは、前日のウクライナの攻撃によって負傷した兵士を運ぶために、ズミーヌイ島に飛来してきた、機体と見られています。映像には、ミサイルが命中する直前まで、ヘリコプターの周囲にいるカズジンの、ロシア兵らしき姿も映っていました。このスネーク島は、黒海北西部のウクライナと、ルーマニア国境にある島です。ウクライナの名前ではズミーヌイ島と言います。ウクライナのオデーサ州に属している島です。黒海の領海設定に関して、ウクライナとルーマニアとの間で、係争地にもなりました。実は、この島周辺の海底には、石油などの資源が発見されているので、自分の領土にしたいという欲望が高まっていったのでしょう。旧ソ連とルーマニアの間でも、紛争になり、国際司法裁判所に提訴し、裁判で、領有権問題の解決を図ったという経緯もあるようです。旧ソ連崩壊後、ルーマニアが、と、ウクライナが取り決めた、ズミーヌイ島を含む陸上の国境については、旧ソ時代のものをそのまま承認することになりました。島そのものの領有権もウクライナにあるという妥協案がまとまり、ウクライナ側もこの島には必要以上の軍事施設を配備しない、島は無人島とみなすことに合意したのです。こういった経緯のため、国連海洋法条約ではウクライナが島の周りの排他的経済水域を主張することはできないというわけです。ですか。今ロシアが攻撃しても、いわば中立海域のようなものですから、ウクライナ側としては、手出しができなかったのかもしれません。国際司法裁判所の裁判では、ズミーヌイ島の国際法上における扱いが、焦点になりました。ルーマニアは、ズミーヌイ島は、国連海洋法条約上の岩に該当し、領海は3海里、と主張しました。ウクライナは、ズミーヌイ島は、人間が、生活や経済活動が可能な島であると主張し、周辺の排他的経済水域や大陸棚は、ウクライナに帰属するとしました。その上で、この島に守備隊を配置し、ヘリコプターで、水や食料を輸送し、本土と島の間に定期船を運航、郵便局や銀行、ホテルなど生活施設を建設して、既成事実を積み重ねて、ズミーヌイ島の領有権を主張していたのです。2009年、平成21年に、この裁判の判決が下りました。
両国間の排他的経済水域、および大陸棚の境界を規定する根拠となる有効な合意が現在まで存在しないのです。したがって、排他的経済水域と大陸棚に関わる権利の判断基準となる海岸線の長さには、このズミイヌイ島が含まれないと結論を出した上で、等距離線をもとに、ウクライナとルーマニア2国の境界を確定したのです。つまり、国際司法裁判所は、ズミイヌイ島が島なのか岩なのかという国際海洋法条約上の解釈には踏み込まず、実質的に、ルーマニアの主張を認めた形で、同等を岩とみなし、海岸線の長さには含めないとして、問題を解決したことになります。ウクライナの主張が負けたということになるようですね。なお、ルーマニア政府によると、21世紀になって、島周辺で発見された海底ガス田の埋蔵量は、国内消費量の20年分に相当する計算になるそうです。また、ロシアにとっても、この島は、今回のウクライナ侵略において、オデーサ攻略の戦略上の要衝というだけではなく、この島を実質的に支配してしまうことによって、膨大な海底資源を独占できるという意図もあったと推測されます。ズミイヌイ島へのロシア軍の攻撃が始まったのは早く、なんと、2月24日のウクライナ侵略開始から18時間後でした。最初から、占領は戦略に入っていたということでしょう。島に迫ったロシア海軍は上陸し、ズミイヌイ島は占領されました。ウクライナ側によると、防衛に当たった守備隊13人全員が死亡したということでしたが、後日判明したのは、ロシア軍の攻撃を2度退けたものの、弾薬がなくなったため投降したということです。守備隊全員の無事が明らかになりました。この戦闘でのエピソードがあります。4月14日に沈没させた黒海艦隊旗艦モスクワから、守備隊に降伏勧告が発せられたのですが、ウクライナの兵士は、ロシア軍艦、キエウセロ、と、返信。弾薬が尽きるまで、ロシア軍に抵抗を続けました。この事実を英雄視する声が高まったため、その様子を描いた切手が発行されたということです。ロシア軍は、ズミイヌイ島占領後、守備隊や地対空ミサイルを置いて警戒していましたが、4月14日、島周辺海域も含めた、黒海の広域防空を担っていたモスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイル P-360 ネプチューン2発の攻撃を受けて沈没してしまいました。モスクワ撃沈によって、ロシア軍の防空網が破られたとみなされ、5月以降は、ウクライナ軍が所有しているトルコ製ドローン、バイラクタル TB2 を使った攻撃が多くなり、人員は、もちろん、地対空ミサイルにまで、損害が続出する事態になったのです。地対空ミサイル車両を撃破した後、待ってましたとばかりに、ウクライナ空軍機が低空爆撃を行い、島の施設にも甚大な損害が発生しました。また、ズミイヌイ島の補給のために接近したロシア軍の輸送ヘリコプターや哨戒艇などが攻撃を受けたため、島への連絡は寸断されている状態です。ズミイヌイ島への攻撃だけではなく、黒海艦隊も、バイラクタル TB2 やネプチューンの攻撃を受けています。旗艦モスクワのみならず、フリゲートや揚陸艦などにも、被害が出ているので、島に近づくのが難しくなりました。島で孤立しているロシアの守備隊は、かつてのウクライナ守備隊と同じ、状況で、全滅かもしくは降伏かとの二択を迫られているので、はと考え、られています。ネット上では、ズミイヌイ島における攻防を分析し、日本の離島防衛についての意見がちらほらと見られるようです。制空権、すなわち、
航空優勢や制海権が確立されていないままの離島防衛は非常に難しいという指摘が出ています。中国が実効支配しているので守備隊を置かない尖閣諸島は別として、ミサイル部隊などの配備を急いでいる南西諸島で中国軍の先制攻撃を受けて制空権と制海権を奪われてしまったら、島の守備隊は孤立無援となりますから、降伏か全滅玉砕の二択しかないでしょう。沖縄本島だったら森林が生い茂る北部山岳地帯などに潜んでゲリラ戦を展開しつつ救援を待つこともできると思いますが、狭く部隊が潜む場所もない島ではズミイヌイ島のロシア守備隊と同じ運命をたどることになるでしょう。確かに離島防衛に長射程対艦ミサイルを配備することは必要ですが、中国軍の攻撃で撃破されてしまっては何の意味もありませんよね。中国軍は地上部隊の前に空を埋め尽くすほどの航空機による爆撃と雨のように打ち込むミサイル攻撃を実施すると考えられます。ということは、専守防衛を原則とする自衛隊が反撃できないほどの被害を受けて全滅する可能性が考えられるのです。防衛省はウクライナ軍のドローン運用技術を学ぶと同時に、ズミイヌイ島の攻防について詳しい情報を入手し、まさしく分析を行うべきだ、そして当初防衛戦略を根本から考え直すべきではないかという意見が上がるようになりました。終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻ですが、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられています。その証拠の一つとして、ウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしました。今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還にいてです。範囲としては100km海域ということですが、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいです。今までこの海域はロシアに抑えられていたということなのでしょう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿がありました。黒海、北西部のウクライナ沿岸において、ロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容でした。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロ
ロシア海軍に接収されたのですが、それ以来、ウクライナ海軍は、ほぼ壊滅状態となっていました。当然、黒海の制海権は、ロシア、黒海艦隊が掌握していたのです。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は、黒海を、ほぼ封鎖帯で抑えています。ですから、世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの、黒海沿岸の港から、穀物類を輸出できなくなっているのです。その影響で、世界的に穀物価格が高騰し、このままの状態が続けば、世界的な食糧危機へ発展すると、不安視されているのです。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地の、サイロや港には、行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうです。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は、今年秋には、現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する、見通しということでした。2022年のウクライナの小麦は、豊作が予想されています。温暖な気候のウクライナ南部は、数週間のうちに、夏の収穫期を迎えることになるのですが、収穫した小麦の貯蔵場所は、ロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されています。保管する場所がないのです。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができず、大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあります。日本を含めた世界各地で、小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないのです。なんとも歯がゆいですね。そして、ウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定していますが、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから、港が使えないという主張です。ロシアは、穀物輸出ができない責任は、ウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いています。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から、批判されたことを懸念したのか、5月30日には、トルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けて、トルコとの協力を協議したことを公表しました。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコですね。トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて地中海に出ることができたら、穀物輸送に光が差すのですが。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷排除などについて協議したということです。その上で、これは、ウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているのですが、ウクライナの港の中に、ロシア軍が制圧していない、オデーサ港なども含まれているのかどうかは、明らかになっていません。つまり、子約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるのです。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は、西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシア、相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っています。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、盗人武田氏などとの批判が噴出しています。また、ウクライナが、黒海に機雷を撒いたと主張して、今が、
主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして国海を機雷で封鎖する必要がある。ロシアが艦隊を撤退し、国海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているのです。今回、ウクライナ軍が国海艦隊を遠のけたという発表ですが、西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明ですが、陸続きのポーランドからの穀物輸出は、鉄道線路の規格相違などで、乗せ替えが必要になるなど、手間がかかりますから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても、食糧危機を回避する朗報になることは、間違いないでしょう。実は、ロシア、黒海艦隊にも、被害が出ています。有名なのは、4月、旗艦のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、対艦ミサイルで撃沈されたことでしょう。他にも、多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているので、ロシアとしては、艦艇の補充をしたいところでしょうが、トルコは、ロシアとウクライナが、戦争状態にあると、判断してもんる。条約に基づき、3月31日に、黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡、および、ダーダネルス海峡における軍艦通航の禁止に踏み切りました。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡およびマルマラ海に対する管理権を持つというものです。つまり、この2海峡の通航の許可権をトルコが握っているということなのですね。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは二海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もありますが、軍艦通行禁止が解除されれば、西側諸国の艦艇も、黒海に入れることになります。オデーサ港から、穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも、可能になるのです。ロシア、黒海艦隊は、旗艦モスクワを失いましたが、未だに力な艦対艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有していますから、対水上艦攻撃に関しては、相当な戦力を温存していると見られています。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しましょう。アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズですが、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが、2016年に就役しました。続いて、2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまでは、すでに就役して活動中です。この3隻が、黒海艦隊に配備され、ているのです。サイズ的には、海自の新型フリゲートクマの型、満載排水量5500トン、よりは小さいのですが、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということです。しかし、兵装は、強力で、100ミリ単装速射砲1機、30ミリ近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533ミリ連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも、対艦、対地攻撃ミサイルを搭載する。8連装垂直発射システム1機があります。これには、艦対艦ミサイル P800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できます。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることからバカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられますが、兵装として高性能ミサイルを搭載しているので、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるでしょう。なお、撃沈されたモスクワに代わって帰還となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフでした。しかし、
5月6日ウクライナの艦対艦ミサイル、ネプチューンに攻撃されて、火災を起こしたと伝えられていました。というものの5月9日には、当該艦が、何事もなく航行している姿が目撃されています。フェイクだったということでしょうね。これらの他にも、脅威となる艦艇があります。7隻の通常動力型潜水艦です。ウクライナが、国会で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ、対策を取る必要があり、西側諸国は、対戦哨戒への支援も必要となると思われます。この7隻の潜水艦のうちの6隻は、プロジェクト 636.6 と呼ばれる改めキロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から、発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうです。ロシア国防省は、4月30日、国海に展開している通常動力型水艦から、ウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しています。こういった潜水艦には、対艦型カリブルも搭載されていると推測されますから、ウクライナにとって、海上輸送上の脅威になることは間違いないでしょう。アメリカなどの西側諸国は、ロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられます。軍事力と兵力で圧倒的に優位のはずのロシアが、ウクライナとの戦争に意外なほど手こずっているようです。西側諸国から兵器の供与もあるということで、ウクライナが善戦しているからでしょうね。そんな中、新たな情報です。ウクライナ軍特殊作戦軍アゾフ部隊が、ハルキウ州でロシア軍の戦車や装甲車を撃破しているという情報が入ってきました。今回は、この特殊作戦軍アゾフ部隊について見ていきたいと思います。この部隊、かなりの量の戦車や装甲車を破壊しています。有能な部隊かもしれませんよ。ウクライナ軍の特殊作戦軍内に新設されたらしいアゾフ・ハルキウと命名された部隊があるそうです。この部隊は、東部ハルキウ州のロシア国境に近いボンチャンシク地区バルバリウカ村で、ロシア軍部隊を襲撃し、ロシア軍兵士37人を殺害、戦車や装甲車両を破壊したという報告がありました。7月13日、アゾフ・ハルキウのシドレンコ指揮官と名乗る士官が、テレグラムチャンネルで報告したというのです。この指揮官の発表内容ですが、ロシア軍戦車 T-72B3 を2両、兵員輸送装甲車 BMP2 が7両、兵員輸送に使用したと思われる乗用車3台を破壊したと言っています。同時に、この車両の周辺にいたロシア軍兵士37名を殺害したとも発表しています。こうした敵車両を破壊した様子と見られる動画が公開されました。アゾフ・ハルキウ部隊が
戦果を上げたというハルキウ州のボンチャンシク地区ですが、2月24日にロシア軍がウクライナ侵攻を開始した直後に制圧された地域です。現在もロシア軍の支配下にあるので、特殊作戦軍部隊は密かに潜入して破壊活動を行ったと推測されます。また先月ロシアが制圧した東部ルハンシク州カジウカでもロシア軍の弾薬庫が炎上したというニュースをハイダイ知事がテレグラムで動画を公開しています。この火災はウクライナ軍のミサイルや長射程の榴弾砲弾エクスカリバーなどの攻撃によるものとみられますが、そうでなければ後方に潜入した特殊部隊の破壊工作によるものと考えられるそうです。つまりいよいよウクライナ軍の組織が再編され、ロシアへの反抗体制が整いつつあるのではないかという意見が出てきました。もともとウクライナ軍には2016年平成28年ロシア侵略以前からウクライナ特殊作戦軍という特殊部隊が首都キエフを司令部として編成されていました。特殊作戦、キャミント、ヒューミント、ヒューマン、インテリジェンス、人間を媒介とした情報、心理戦を任務として、2019年4月時点で、4000人の人員が所属しているそうです。この特殊作戦軍の組織編成を少し紹介しますと、キーウ司令部の下に、指揮統制大隊が1大隊、特務連隊が2個連隊、輸送航空旅団に、混成飛行隊、小型双発多目的輸送機案、26、輸送ヘリ MI2、同じく、MI8、訓練センター、特務センターなどが設置されています。ハルキウ州で活躍した特殊作戦軍部隊は、アゾフ・ハルキウという名前でしたが、結成は、2022年5月末と伝えられています。ちなみに、アゾフというのは、黒海北西部の内海アゾフ海にちなんだものと思われます。そして、この名前で連想するのが、アゾフスターリ製鉄所に立てこもり、ロシア軍に徹底抗戦したアゾフ連隊ではないでしょうか。このアゾフ連隊は、ロシアが執拗に攻撃を仕掛け、掌握を狙っていたマリウポリのアゾフスターリ製鉄所の地下シェルターに立てこもり、80日間以上抗戦した部隊です。外部からの補給ももらえない状況下で、弾薬が尽き、5月20日降伏しました。このアゾフ連隊とアゾフハルキウとの関連は不明です。マリウポリで降伏したアゾフ連隊には、約1000人の兵が残っていたと思われますが、ほぼ壊滅したという噂です。彼らの健闘に敬意を表するために、名前を新しく結成された特殊作戦部隊の名前に使用したとも見られています。アゾフという名前は、最後の最後まで戦い抜いた、ウクライナ人の心の中に深く刻み込まれていると考えられますね。さて、前線のロシア軍より、はるか後方の国境地帯における特殊作戦の戦果をウクライナが報じている理由について考えてみます。一番に思いつくのは、前線のロシア軍部隊への補給を断つということですが、他にも、ウクライナ国内で孤立することを恐れる兵士の戦意喪失が、目的と推測されています。狙いの効果は大きいと言われます。ウクライナ軍は7月に入ってから西側諸国から供与された155mm 榴弾砲や長射程誘導性密弾、高機動ロケット砲ハイマースや多連装ロケットシステム M270 などロシア軍後方にある兵站を攻撃可能な火砲やロケット砲などの運用訓練が終了しつつありますから、東部や南部の前線への配備が急がれるのも当然の成り行きでしょう。ウクライナはロシア軍からの奪還を目指す南部ヘルソン州などを中心にハイマースの使用を開始したようです。ハイマースによって、ロシア軍の弾薬庫、
修理施設を次々に破壊しているとか。ウクライナ国防省の報道官によると、アメリカから供与されたハイマースによって、過去数週間にロシア軍の兵站施設を30カ所以上破壊することに成功したと発表したそうです。ウクライナメディアが誇らしげに伝えました。ウクライナの国防省は15日にイギリスの BBC とインタビューを行いました。その中で、イギリスから供与された多連装ロケットシステム M270 を前線への配備が開始されたと公表し、アメリカのハイマースと一緒に使用することによって、ロシア軍への攻撃を強化する姿勢を示したのです。また、15日に M270 の写真を自身の SNS に投稿した上で、M270 は戦場においてハイマースの良い相棒になるとした上で、これらの兵器によってウクライナに深く侵入して悪逆の限りを尽くしているロシア軍を絶対に容赦はしないと強調しました。国防省の主張は続きます。ウクライナ軍の損失のピークは5月時点だったとされ、その後北大西洋条約機構から供与されたロケット砲や榴弾砲などの兵器のおかげで、これまでの戦況の構図は徐々に変化しつつあるとも述べました。かなり強気ですね。ウクライナ軍の今後の戦略は、ロシア軍の後方への攻撃が可能なこれらの兵器を前線に配備した上で、補給を困難にして奪還作戦を容易にする狙いと思われます。ウクライナがすでに反攻に出ていると見られる南部ペルソン州の奪還はもちろんですが、東部に集中しているロシア軍主力の攻撃力はかなり低下していると推定して、再編したウクライナ軍の配置を進めているという推測が出ています。ハルキウ周辺でロシア軍の激しい攻撃にさらされているウクライナ軍兵士へのインタビューなどによると、敵であるロシア軍の装備する武器に変化が見られるようになったということです。昔の話ですが、1991年に崩壊した旧ソビエト連邦は、1945年に第二次大戦が終わってからも、大量の武器を製造していました。旧ソ連の財産を引き継いだロシアには、その在庫が、今、持って大量に残っているので、最近では、新しい武器だけでなく、1960年代から70年代に作成された、つまり60年から、50年前に作られた兵器を使用しているというのです。物持ちが良かったのか、経費節約なのか、あるものは使えということなのかわかりませんが、ロシア国内ベルゴロド付近からハルキウに向けて発射されるミサイルは、発射後1分半足らずで、ハルキウに飛来しますが、以前に比べると、最近は、新しいミサイルではなく、古いものが多くなってきているということ。着弾した、10発のうち6割程度しか爆発しないので、3割の砲弾が、不発弾として残っているといいます。ロシアが所有している、古いミサイルや弾薬の在庫量は、莫大と見られ、それを使った砲撃が絶えませんが、3割もの砲弾が、不発弾として、国土に残ってしまうことによって、ロシア軍を撃退して、ウクライナに平和が訪れたとしても、子供や民間人が危険にさらされることが、非常に懸念されています。ロシア軍の攻撃は、東部や南部だけでなく、他の地域の民間施設に及んでいることは、皆さんご存知の通りです。ウクライナ国防省報道官は、7月15日、地元テレビ局に対して、ロシア軍のミサイル攻撃について語り、ロシア軍のミサイル攻撃の標的の約7割は、民間施設などを意図的に狙っているという認識を示して、ロシアのなりふり構わない、ウクライナ国土破壊攻撃を強く非難しました。ロシア軍による非軍事施設への無差別攻撃は、アメリカ国防総省やイギリス国防省などからも繰り返し指摘されているところです。
今後、プーチン大統領の期待に反して、ロシア軍の進撃が停滞したり、ドンバス地方のドネツク州の制圧どころか、一度制圧したルハンシク州を奪還されるということになったら、さらに、ミサイルによる無差別攻撃を行う可能性があるのではないかと危惧されるところです。ウクライナの肥沃な国土にばらまかれた不発弾の処理問題なども含め、様々な懸念が一層強まっているのです。2月24日の侵攻開始時には、兵力で勝るロシアが、短期間に、ウクライナを屈服させてしまうのだろう、と予測していた人も多かったはず。しかし、蓋を開けてみれば、西側諸国の支援を背景としたウクライナが前線中です。さて、ロシア軍が、苦戦を強いられる7月現在、戦争の長期化を匂わせるウクライナからの対艦ミサイル攻撃がありました。この結果、ロシアの強襲揚陸艦オルスクが撃沈されたそうです。今回は、戦争の局面を変えたウクライナの対艦ミサイル反撃について見ていきたいと思います。ロシア海軍の主要艦が、次々と撃沈したのもこの時期ですが、今では、黒海の制海権を奪還しているようです。2022年3月24日は、ロシアが、ウクライナへの侵略を開始してから、ちょうど1ヶ月でした。侵略早々、ロシア軍は、ウクライナ、南部アゾフ海に面した、港湾都市ベルジャンシク港を制圧したのですが、この日、ウクライナ軍は、対艦ミサイルによる攻撃で、ロシア海軍揚陸艦1隻を撃沈し、2隻を損傷させるという成果を上げました。この攻撃は侵略され、当時は、首都キーウを包囲されていた、ウクライナにとって、大きな戦果として公表されました。半月後の4月13日、黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを、ウクライナ製対艦ミサイルネプチューンで沈没させるまで、ウクライナ軍が、ロシア、黒海艦隊に与えた最大の損害と言われました。3月24日撃沈されたのは、1171号計画型、タピール級大型戦車揚陸艦サラトフです。攻撃に使用されたのは、OTR-21 トーチカと呼ばれている旧ソ連軍が開発した、自走式戦術弾道ミサイルシステムでした。サラトフは、ミサイル着弾の火災によって、大爆発を起こして沈没したということですから、大量の弾薬を搭載していたものと見られています。このサラトフ爆発の巻き添えを食らったのが、付近にいた775計画型、ロプーチャ級大型揚陸艦のゼーザリ・クニコフとノボチェルカスクです。2艦ともに損傷しましたが、発生した火災の消火活動を行いながら、港の外に退避したため、クリミア半島のセバストポリ軍港へ帰還することができました。この攻撃を受けた際のビデオ映像をウクライナ軍は公開しましたが、はじめは、同警官のオルスクが攻撃を受けたと発表されていました。後に、ウクライナ参謀本部は、破壊した揚陸艦は、サラトフであるとして訂正発表していました。その後の7月2日、ロシア国営タス通信は、ベルジャンスク港において、サラトフの引き上げ作業が行われと報道し、サラトフは、
クリミア半島東端のケルチ港で修理を行うことが計画されているとも発表しています。775計画型ロプーチャ級大型揚陸艦ですが、海岸での上陸作戦で車両積み下ろしのために船首と船尾の両方にランプドアが設置されています。そこから車両や貨物の積み下ろしが可能な揚陸艦で、マックス450トンの貨物を搭載可能で、約650平方メートルの広さの車両甲板には、主力戦車や装甲兵員輸送車なども収容可能と思われます。では、サラトフを沈めた自走式戦術弾道ミサイルシステム9キロ79トーチカについて紹介します。6輪式の、QP-129BAZ-5921 輸送機率発射機に戦術弾道ミサイルを搭載したもので、固体燃料を採用したことで、ミサイルはよりスピーディな展開可能ということです。この QP-129 は、水上航行も可能であるだけでなく、化学、ケミカル、生物、バイオロジカル、放射性物質、ラジオロジカル、核、ニュークリア、爆発物、エキシプロ細部の頭文字をつないだクブルー、シーバーン防護機能も備えているということです。かなりマルチタスクなミサイルというわけですね。侵略開始当初のロシア軍の動きを分析しましょう。まずは首都キーウを狙い北から進撃する部隊、東のドンバス地方を制圧しようとする部隊の動きが目立ちました。その他に、南部クリミア半島から北上して、西部の港湾都市ミコライウとオデーサ、東部メリトポリとマリウポリなどを攻略しようとする部隊があったようです。ロシア軍は、東部ヘルソン州の複数の都市に、巡航ミサイルと弾道ミサイルを発射し、空軍のサポートを受けながら、2014年に強引に併合したクリミア半島を通って、ヘルソン州へ軍を進めました。ロシア海軍は、黒海を海上封鎖した上で、ヘルソン州に駐留する、ウクライナ軍部隊への海上支援を遮断すると同時に、ウクライナ、南部の港湾を利用する、商取引と流通を制限してしまいました。そのため、ウクライナは、アゾフ海のすべての商業輸送を止めざるを得ず、100隻以上の船をベルジャンシク港などに停泊させることになったのです。24日夕方までに西方に進出したロシア軍部隊はヘルソン市付近に達し、アントノフスキー橋からドニエプル川を渡ろうとしたのですが、ウクライナ部隊がこれを撃退して橋を奪還しました。その後、ロシア軍はなんとかドニエプル川を渡り、一時はミコラーユにまで迫ったのですが、ウクライナ軍が反攻したため、7月19日現在では、ヘルソン市付近まで押し戻されているようです。ヘルソン州から東に向かった部隊は、25日メリトポリ市内に侵入しました。ここで、ウクライナ軍との激しい市街戦が展開されたのですが、同日夕方までに、ロシア軍がメリトポリ市を制圧し、さらに、北東のトクマクも、ロシア軍が攻略するところになりました。前述の部隊は、その後、ウクライナのアゾフ連隊が、徹底抗戦を続けている、マリウポリ攻略に向かっていましたが、途中にあるビルジャンスクを制圧しようと、攻撃を行いました。2月27日ビルジャンスクを包囲し、翌28日に陥落させたロシア軍部隊は、さらにマリウポリ包囲に参加するため、東へと軍を進めたのです。ロシア軍は、アゾフ連隊が、マリウポリ市民と立てこもる、アゾフスターリ製鉄所以外のマリウポリ市街地のほとんどを制圧したことによって、東部ドンバス、ルハンシク州、ドネツク州とクリミア半島を結ぶ回廊を形成することに成功しました。しかし、広大な敷地面積と、地中深く広がるシェルターを備えた、アゾフスターリ製鉄所で抵抗するアゾフ連隊との戦闘は長引き、製鉄所を制圧できたのは5月16日のことでした。ベルジャンシクは2月26日に陥落、
ロシア軍支配下に入りました。ロシア軍は、3月14日から、ウクライナ、南部に展開する部隊と、マリウポリを包囲する部隊を支援するための物資陸揚げの中心として、港を使用していました。3月21日には、ロシアのメディア、ズベズダ氏が、ベルジャンシクに、水陸両用輸送艦が到着したと、報道しています。これについて、ロシア海軍士官の一人は、黒海艦隊による物資輸送の可能性が出てきた。画期的な出来事と表現していました。こういった経緯で、ベルジャンシク港に停泊して、地上部隊の補給を行っていたロシア、黒海艦隊の揚陸艦を沈めたことは、ロシア軍にとっては、南部前線への補給に問題が発生したということになります。俗に、腹が減っては、戦はできぬと言いますからね。兵士の食料確保を無視して、精神だけで戦わせようとした旧日本軍の鉄を踏む、愚かな国は、今は存在しないでしょう。艦は9台。こうして、補給に問題を抱えた、南部戦線では、ウクライナ軍の反攻が開始しています。ゼレンスキー大統領の依頼に応じて、西側諸国から、長射程の精密誘導弾 M982 エクスカリバーが発射できる 155mm 榴弾砲や、長射程の高機動ロケット砲ハイマースなどが供与され、兵士たちの運用訓練が終わったので、続々と前線に配備され始めているのです。ウクライナに侵攻したロシア軍が、南部ヘルソン州に設置した、統治機関軍民行政府に発表によると、18日ドニエプル川近くのノバカホフカにある水力発電所が、ウクライナ軍によって砲撃されたということです。この攻撃で、警備員2人が死亡したが、施設自体は、重大な損傷を受けなかったとも言っています。ところが、ここに、新たな事実が判明しました。実は、この日、この発電所に、プーチン大統領の側近キリエンコ大統領府第一副長官が、視察に訪れていたのです。副長官は無事だったと言われていますが、ウクライナ軍による攻撃は、同志を狙ったのではないかと指摘する声が多いのです。でも、ウクライナは、その情報をどうやって知ったのでしょう？高官の訪問は、限られた人数にしか知らされないと思うんですけどね。ロシア外務省ザハロワ報道官は、14日、アメリカが、ウクライナに情報を提供し、ハイマースの攻撃目標を指示していると、主張しています。11日には、ノバカホフカのロシア軍弾薬庫を、アメリカ製の高機動ロケット砲システムハイマースで破壊したと、ウクライナ軍が発表していますから、18日の水力発電所攻撃にも、ハイマースを使用したと見られています。その一方、18日に、ショイグ国防相が、ロシア軍司令部を訪れ、ウクライナ軍の長射程攻撃兵器の破壊を命じたことを発表しています。言うまでもなく、ハイマースなどを念頭に置いたものでしょう。ロシア軍が、ハイマースなどの長射程攻撃兵器による、後方の兵站攻撃に対して危惧していることが明らかになり、こういった兵器が、ロシア軍を弱体化させることに有効ということが示唆されているという見方が広がっているようです。5ヶ月が経過し、終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻ですが、
ウクライナ軍が南部ヘルソン州でロシア軍兵士1000人以上を包囲したという情報が飛び込んできました。今回はこのヘルソン州でのウクライナ軍の反撃について見ていきたいと思います。全戦力の 85% をウクライナに投入したと言われているロシア軍。ということは、ロシアの国土や国境線は残り 15% で守っているということなんですね。南部ヘルソン州については、ロシア軍は全域を完全に制圧したという宣言を出していましたが、ここに来て、ウクライナ軍の反攻が開始されたことが伝えられてきました。詳細ですが、ヘルソン州でウクライナ軍が1000人以上のロシア軍部隊を包囲している状態ということを、ウクライナ政府高官が公表したのです。ヘルソン州の地形ですが、北東から南西にかけて、中央部にドニエプル川が流れています。州内で渡河できる場所は、州都ヘルソン東部のアントニフスキー橋と、その約 50km 東の上流にあるノバカホフカの水力発電所ダム上の道路しかないそうです。ドニエプル川はかなりの大河ですが、意外と通行手段が少ないんですね。この中のアントニフスキー橋は、ウクライナがアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースを使用したと推測される攻撃で、端紙に大きな穴が開いてしまいました。当然、大型車両などの通行は不可能です。なので、ヘルソン市などを中心にドニエプル川西岸以西に展開しているロシア軍部隊への補給路は、ノバカホフカの水力発電所ダムまで、大きく東に迂回しなければならない状況になっているそうです。ウクライナ軍は手を緩めません。その迂回路からヘルソン州に入る時に渡河しなければならないドニエプル川支流のインガレット川に架かる橋もハイマースなどによって攻撃しているのです。仮にこの橋に大型車両が通行できないほど損傷を与えたなら、ロシア軍の補給路はもっと不便になります。さらに、大きく北側を迂回することになるのです。補給を積んだ車列は、ウクライナ軍のハイマースだけでなく、榴弾砲の射程内を通過せざるを得ないので、ロシア軍の補給体制や部隊移動にも、大きな制限がかかることになると見られています。1000人以上のロシア軍部隊が包囲されていることについて、ロシアメディアを見ると、ロシア政府が兵士たちを避難させる人道回廊設置をウクライナ側に求めていると報道しているようです。しかし、自分たちが認めないものをウクライナに求める身勝手なロシアに、改めてずうずうしい、厚かましいなどという呆れた声が多く上がっています。そうですね、ウクライナが民間人をモルドバやポーランドに避難させるための人道回廊を設置してほしいと頼んだのに、無視したのはロシアでしたよね。どの面下げて言ってるんだというようなものです。アメリカ国防総省高官は、ウクライナ軍はハイマースや多連装ロケット砲 M270 などの兵器から発射可能な長射程精密誘導 M982 エクスカリバーなどを使用して、ロシア軍の防空システム、レーダー、野砲陣地や武器庫などの兵站集積軍事施設、司令部などの目標へ攻撃を加え、ウクライナ全土では100カ所以上を破壊したと公表しました。これらの目標の多くがウクライナ東部にあります。こういったターゲットは、ここ数週間内で破壊されたものとみられ、長射程火力兵器によるウクライナの目標攻撃能力が向上していることが背景にあると考えられています。アメリカ軍の統合参謀本部長は、ウクライナ軍の攻撃は、ロシアの補給能力や指揮統制能力、違法な侵略戦争を遂行する能力を着実に削っていると指摘しました。西側諸国から、ウクライナには多くの兵器が供与されています。こういった長射程火力兵器を使用して、東部ドンバス地方のドネツク州やルハンスク州、
原発のあるザポリージャ州、ヘルソン州など、ロシアが占領した地域では、7月に入ってから、ロシア軍関連施設などで、大きな爆発が続いて発生しています。人工衛星画像の分析や、西側諸国の軍事専門家などの話から、判断する限りでは、ウクライナ軍の目標選定は、非常に効果的に実行されていると考えられるのです。また、ウクライナ軍が簡単にターゲットを選定できるわけですが、適切と言うべきか、ロシア軍の兵器保管方法や移動方法に問題があると指摘する意見があるそうです。7月11日のことですが、ウクライナ軍はヘルソン州のバカホフカのロシア軍倉庫を攻撃しました。これについて、イギリスのセントアンドルーズ大学で、戦略研究が、専門のオブライエン教授の、鋭い指摘がありました。つまり、ノバカホフカへの攻撃は、補給線の、現状やロシア軍が直面している真の問題を明らかにしたというのです。ウクライナ軍が、攻撃目標としている倉庫のある場所は、輸送に使用している、鉄道拠点に近いため、ターゲットになるのは明らかだったにもかかわらず、教授に言わせると、ロシアは、笑えるほど、簡単にウクライナ軍が特定できる場所に、大きな補給拠点を置いた。それは、絶対そこにあるだろうと、ど素人もわかるような、単純な場だったとした上で、ロシア軍は、指揮系統の混乱や麻痺などで対応できないのだろうか、または、道路が破壊されて移動できないので、拠点を動かせないのか、どちらかだろうと判断しています。要するに、推測し、安い場所に大切な拠点を置いて、不安とも思わないロシア軍の感覚が問題だと言っているように感じられます。7月22日のアメリカ国防総省高官によると、ウクライナへの侵略で、最近は、一日あたり数百人単位の死傷者が出ているとした上で、2月24日の侵略開始以来、数千人もの部隊指揮官将校を失っているとも発言しました。そのせいで、部隊における指揮系統が混乱していると推定していることを明らかにしており、前述のオブライエン教授の指摘があった指揮系統の混乱と麻痺が現実問題として発生している可能性が高いということも示唆したようです。CNN 報道によると、ロシア軍上層部は、ハイマースによる、後方軍事施設や兵站集積施設などの破壊に対応するため、兵器、弾薬の集積場所などを、今までと異なる方法で、改めて展開するなど、何らかの対応策を講じる、可能性があるという意見を述べています。これまで、ネット上などでも、ロシア陸軍ドクトリンに基づいた兵站集積施設設置方法には、とてもわかりやすい癖があり、そのせいで、ウクライナ軍に、簡単に位置を知られているのではないかという指摘もありました。ここへ来て、さすがのロシア軍も、その事実に気がついたのか、ウクライナ軍に発見されないように、今までの展開場所を変更したり、上空から発見されないよう偽装したりなど、様々な対応策を講じている兆候があることをアメリカ軍高官が公言しました。といっても、ロシア軍によるこうした対策に果たしてどれくらいの効果が出ているかは判明しません。さほどの効果はないのでは？という見方をする人が多いようですよ。アメリカや NATO 関係者はウクライナ軍の標的の選び方を高く評価していると言います。ウクライナ軍は、体系的に標的を選択し、ロシア軍補給線を寸断したり、司令所などを攻撃して、指揮系統を破壊し、進軍を、ほぼ完全に停止させています。ロシア軍すべての施設を破壊することを目的として、前線の後方約 8km 以内を、標的に対する攻撃を波状的に繰り返しているのです。
このような戦況を踏まえて、この戦争は新しい段階に入ったとみなす意見が出てきました。ウクライナからすれば、戦闘、非戦闘の両面で攻勢に出る理由があり、ハイマースなどの支援によってウクライナ軍の死傷率は低下しています。一方、ロシア軍死傷率が増加していること、ロシアが占領地域での住民投票の実施を進めるなど、実質支配を固めようとする動きを見せているので、そうなる前に、何としても非占領地を奪還したいという考えがウクライナにはあるのでしょう。非戦闘面に目を向けると、停戦、終戦後を見据えたウクライナ経済回復の必要性と、世界的な景気落ち込みによって、ウクライナを支援している日本を含めた各国政府に対して、支援を追わせて、戦争を終結させろという圧力が出てくることも懸念されているのです。確かに、ゼレンスキー疲れなんてひどい言葉が、一時ニュースに上がりましたよね。でも、それを言うなら、プーチン大統領の方が、攻めを追うべきでしょう。前述のオブライエン教授によると、第一段階は、ウクライナ領に侵入したロシア軍が、キーウ占領を目指した、電撃侵攻作戦が失敗し撤退した、3月末までになります。第二段階は、東部ドンバス地方の親ロシア武装勢力を支援しながら、ルハンシク州とドネツク州を完全制圧し、独立国家樹立もしくは、ロシア領への併合を目指している、現時点までとされています。そして、今後は、ドンバス地方の侵攻が停滞し、ロシア軍軍事力低下が続き、戦線膠着状態となっている現状が、ウクライナ軍反攻によって、非占領地を奪還する、可能性が高まりつつある新段階になると思われます。しかし、ウクライナは、単独でロシアに対抗することは、難しいでしょう。アメリカ、イギリスなどの西側諸国の軍事援助に頼らなければ、ロシア軍と対峙することは、できないのです。となると、ロシアが、どこまで長期戦に耐える国力を持っているのか、イランなど大っぴらに、ロシアを支援する国の出現という、不安要素も多々あり、先行きを見通すことは、非常に難しいというのが、大方の見方です。